して、その吉風の隣、出番を待ちます遠藤です。今場所から小さな小さな負けが増えるようになりました。4勝1敗で序盤を終えています。初金星になりました。そして今日は大関戦、琴奨菊戦です。以上に感じると、かなり目を見開くような、そんな表情が印象的です。対するこちらは琴奨菊です。今日は西のリポーターは太田アナウンサーですが、太田さん、はい、今日は琴奥州親方についてこの琴奨菊に話を聞いてきてもらいました。そうですね、はい、一緒に同じ部屋で争いながら上に上がっていったわけで、はい、琴奥州関の存在が自分を大きくしてくれましたと。この若い頃にですね、2人で朝早く起きて何番も3番稽古をしたこともいい思い出ですし、特に自分が大関に上がっていくときにですね、はい、毎日稽古をする中でこんなにまわしを取る力が強くて圧力のある力士とこれだけの稽古をしているんだから場所で取る相手に負けるわけがないと、琴奥州関との稽古がですね、自分の自信につながったことが非常に大きかったと言ってますね。何よりも琴奥州関が大関になって怪我で苦しんでいたときに、それでも稽古場に降りて努力している姿を間近で見ていましたので、はい、こう強くなることへの貪欲さ、もうこれは並大抵のハートではないと思って刺激を受けたそうですね。まあ、引退は大変寂しかったんですが、今は琴奥州親方部屋で元気いっぱい熱く指導してくれるんだそうで、部屋の雰囲気も非常にいいですし、はい、自分もできることをしっかり頑張っていきたいと言ってますね。初土俵は琴奥州さん、琴奥州に来るのがちょっと早いんですけどね。そうですね、中部関1月の上場11月でしたね、はい、ほぼ1年近くですね、琴奥州にとっては琴奨菊はどうなんですか。